皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。本日はいつもの場所を変えてですね、こちらはお茶の水の黒沢楽器ドクターサウンドアコースティックフロアにちょっからお邪魔しております。そしてなんとなく顔は見たことがあると思うんですけども、こちらアコースティックフロアのスタッフの井上です井上健でございますよろしくお願いします。そうですよ、まあ、ツイッターとか見てる方は、ね、ご存知だと思うんですけども、井上健今年からね、そうです、こちらのフロアで、はい、あの就職というかお仕事されてて、はい、福岡から東京の方にこうガッと来てあの働いてらっしゃるんですけども、まあ、井上健はね、その前からあの交流というか結構遊んだりとかね、一緒にこの買い物行ったりとかするような、そうです、実は仲でございまして、まあ、これはもう井上健がね、楽器屋さんで働いたからにはもうちょっと一回遊びに来なきゃいかんやろということで、今日お邪魔しております。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、でこうねバーッと見ていただいて分かる通り、実はですねこのマーティンのギターがねすっごいもう所狭しバーって並んでるフロアなんですよ。なんでまあマーティン専門ってわけじゃないけれども、結構マーティンに特化したそうですね、はい、フロアということで、でここでね働いてらっしゃるから、今日はそのマーティンのことについていろいろ聞ければなと思って、はい、はい、皆さんにお届けしようかと思っております。僕も使っているマーティンの歴史を探るじゃないけども、そうですね、もしよければなんか簡単にマーティンの歴史とか特徴とか、はい、教えてください。マーチンって言ったらやっぱりそのトップブランドですね。アコギ界の中でも一番有名って感じでございます。一番有名です。皆さん知ってると思います。もう1833年ってこうロゴも入ってるんですけど、うん、まあ190年ぐらい歴史があるメーカーでございます。そうなんですよ。あのマーティンのヘッドにね、こうね EST1833 って書いてあるんだけど、これ ね、 そのね最初に作ったギターかなというか、アメリカにニューヨークで、作り始めた時の年代ですね。うん、そのぐらいから作ってるんですよ、マーティンって。半端ないですよね。半端ないですよね。日本だと江戸時代そうなんですよ。さっきあのちょっとあの、ね、あのウィキペディアで調べたんですけど、1830年かぐらいですかね。何をあったのかなと思ったらです、ね、日本は店舗の大飢饉みたいな感じでなんか普通に江戸始まって以来のすごい、ね、もう記録的な125万人が餓死してしまうというとんでもない大飢饉が起きている中でマーティンはギターを作ってたと。作ってました。しかもニューヨークです。ニューヨークすごいよね、世界って広いよね。そう、本当も世界半端ねえって話ですね。まあ、そのマーティンっていうのは人の名前なんですか。そうですね、クリスチャン・フレデリック・マーチン。クリスチャン・フレデリック・マーティン。マーティンです、まあ、源流たどれば1833年よりも前、1796年、すごいよ、先生もう分かんないよね1796年に、まあ、ドイツで楽器のケース作ってたんですよ。バイオリンのケース作ってた人なんですけど、マーティンさんが。そうなんです、実はマーティンさんが ドイツでドイツで、あ、マーティンさんの父親なんですけど、厳密に言えば、はい、マーティンバイオリンのケースとか、はい、輸送用の箱とか作ってたんです、はい、当時そのギルドってのがあって、まあ、ギルドの仕事としてやってたんです。楽器ではなくケースを作っていた。そうです、ドイツで。ドイツでマーティンの元々のルーツはそうです、ケース屋さん、はい、バイオリンのケースだったんです。で、まあ、そこで楽器本体に興味を持つようになって、まあ、その先ほども出てきました1833年にニューヨークに、うん、移動して楽器を作り始めるっていう感じですね。はー、それが大まかな源流って感じでございます。はー、そこでケース作ってたけれどもニューヨーク行っちゃった。そうです、そんな感じです、ね、マティさんがもうどうしようもなく楽器作りたくなっちゃったすごいよね、ギター作りたくてニューヨークに行くマーティンさん。そうですね、でそこでもう1833年にそこでニューヨークでギター作り始めて、はい、なんかまあ、作り始めて、まあ、メーカーとしてどんどん成功を重ねていって、で今度1850年にはナザレスっていうところに行きますね。ナザレスの、まあ、旧工場って一般的には言うんですけど、まあ、そこでギターを作ります。はい、はー、そんな歴史があったんですね。知ってました皆さん、まあ、マーティンっていう名前はなんとなく、まあ、人の名前かなっていうのはなんとなく分かると思うんですけども、まさかドイツでケースを作ってたとこからスタートして、そこから本当に、ね、ギター作りたいからってニューヨークに行って、でその頃はまだ日本は店舗の大飢饉 だったいや、広いわ、だから世界広い、ね、本当に その時ニューヨークってどうなっちゃったんですかね。どうだったんですかねちょっと帰ったら調べてみようかなその当時のニューヨークどんなんだったんだろう、だってね、こんなギター生まれた時ね、まあ普通も僕らギターも知ってるけどさ、でもその時からさ、この形じゃないけどこんな手はしたんですもんね。そうですね、うん、その時から、うん、特にこの D28 ってこの一番代表的なモデルにはなるんですけど、はい、これあの1830年代にもう生まれてる。30年には生まれてるですよ、うん、歴史古いね。古いです思った以上に古いね。思った以上に古いですよ、エリキギターの方が目じゃないね。本当です本当にその分って怒られそうだけど
って、だってエレキギター1940年とかですからね、全然それはまだまだ古いですからね、今本当に100年ぐらいは。でそんなこうマーティンですけど、なんかこう特徴とか、なんかその代表的なブランドとかあったりするんですか、まあ、ブランド、モデルとしてはまあ D28 とか、これ28、そうです、これ28、通称デニッパとか、ニッパチとか、それデニーロみたいな感じですね、デニーロみたいな、そういう感じのモデルでございます。デニッパ、デニッパ。まあ、本当見た目的にも一番見慣れた形ですよね、ドレッドノートっていう、うん、まあ、名称の形でございまして、はい、まあ、これあの実は戦艦の名前なんですけど、ドレッドノート号っていう、あなるほどね、まあ、そういう名前もついて、まあ、第一次世界大戦の背景とかもあって、大きいボディっつったらもう戦艦ぐらいっていうことで、まあ、ドレッドノートって名前ついてたりしますね。 D、日発の D はドレッド、ドレッドですね、戦艦、戦艦みたいな、まあ、それぐらい大きいモデルとして当時作られたモデルですね。ドヤーってバーンとバーンってかく作ったんですね。そういうことです、まあ、そういうモデルだったりしますね。デニッパとデヨンとの違いは何ですかね。ニッパチは基本的にこう装飾が少なめ、はい、少なめなんですよ、まあ、もう見ての通りシンプルな見た目してるんですけど、4号になるとあのもう貝だらけ。あ、そういうことなんだ。そうです、あの基本的にその末尾の数字でグレードっていうのが変わっていってて、まあ、4号とかになるとスタンダードシリーズ、マーチの中でそのスタンダードって言われる中でフラッグシップです、一番高いやつ、大体100万円ぐらいですね。よく4号4号とかデ4号、デ4号は言わないですね。デ4号言わない、デ4号、デニッパ、デニッパと4号以外なんかあるんですか。デ、35とかデサロ言わないですね。しかも36になっちゃうんですね。デスピサロみたいな感じになっちゃうけど、35、40、41、42ってあります、ね、あ結構いろいろあるんですね。そうですね、まあ、だんだん装飾が大きく多くなっていったりとかしますね。そっか、今までなんかこうマーティンのモデルとか、まあ、細かく気にしたことなかったけど、4号はもう、もうハイエンドというか、そうですね、一番ハイエンド。へえ、じゃあ今度から4号買ったっていう人見たら金持ちだって思う。そうですね、100万円のギターですからね。100万円もするんですか。100万円もするんですか。100万円ですよ、100万円。すごいな、半端ないです。100万円あったら何ができるかな。もうなんか他のことにお金使っちゃいそうです。そうですね、なかなか、まあ、でも本当に面白いギターです。でもちろん日発よりも装飾だけじゃなくて、 もちろん材料とかもグレードがどんどん上がっていきます。はあ、うん、そっか、数字はランクなんですね。そうです、覚えておきましょう。 D はそのドレッドの D、 そしてその後の数字はそのランクです。ランク、これが高くなれば高くなるほどお値段もバババババンといって、4号に関しては100万円クラス、100万円クラスになります、はい、なのでもし皆様のご家族、親戚、友達、先輩、どなたかが4号を買ったって言ったら、あ、こいつ金持ちだなって言われれば大体儲かってるんだ。そうですね、稼いでんなって、うん、なんだろう、ボーナス高かったのか良かったのかなみたいな、良かったかなぐらいの感じですよね。もう半端ないですよ、本当に。まあ代表的なモデルといったらまあそんな感じでございますね。うん、まあ、そのマーティンのこのフロアに勤めて、なんかまあマーティンについていろいろこう詳しくなるわけじゃないですか。そうですね、うん、その中でこのマーティンのこうやっぱ好きなギターとかあったりするんですか。好きなギターはあるんですね。一応ちょっと後ろに隠れてるんですけど、お、これですか。そうですね、マーティンのこれはなんていうモデル、これは OMC28 アディロンダックスプルースカスタムって感じですね。まず D じゃなくて OM ってモデルがあります、うん、OM、はい、これはトリプル O のボディサイズなんですけど、うんうん、それに対してロングネックなんですよ。ロングネック、そうなんです、うん、トリプル O は基本的に 633mm のスケールなんですけど、うんうん、それに対して 645mm のスケール持ってます。お、なるほど、ここからここまでの長さがちょっと長め、ちょっと長いロングスケールって言いますね。僕のギターってあれトリプル O ですけど短いんですかね。あれ短いです、633です。あ、知らなかった知らなかった。まあそれのちょっとロングネック版で、まあちょっと張りがある音が得意って感じですね。あ、ジョン・メイヤーこれ使ってますよね。あ、そうです、 OMJM、うんうんうん、はい、ジョン・メイヤー使ってる。そうです、そのモデルと一緒。ははは。で、まあ、これに関してはまた OMC ってついてるんですけど、カッタベイの意味ですね、うんうんうん、OM カッタベイって意味で、でニッパチは、グレード的にはトップスプルスサイドバックがインディアンローズウッドで、まあ、装飾はこういった感じでございますですね。ここまでが基本的なスペックと、あとトップの板がアディロンダックスプルスカスタムっていうんですけど、はい、まあちょっといい松の木使ってますぜっていう、うん、そういうやつなんで。猪木はどの辺が個人的に好きなんですか。個人的にはやっぱ張りのある音っていうか、スケールが長いんで、その分ダウンチューニングしてもすごいテンション感保ってくれるんですよ。ああ、そうか、そうか。そうなんです。で、それになおかつそのアディロンダックスプルースってその一般的なスプルースに比べてやや軟質、ちょっと柔らかいんですよ、うんうん、なので音がちょっと太くてコシがあるんですよね、はい、なのでそのギターにはもう持ってこい。ちょっと弾いていいですか。ぜひぜひ。
なんかすっごい前にね、あの僕一回のライブで台湾行ってんすよ。で、あの台湾行くときにその僕の自分のマーティンをあの持っていくの嫌だっていう話になって嫌だって話になって、台湾に住んでる友達は何かいるんですけど、台湾の友達に連絡して、ちょっとなんかギター貸してくんねって、ギター貸してくれる人いないって感じで探したら、あのああいうを貸してあげるよっていう人が現れて、でその人に、まあ、ちょっといくらかあのレンタルするって形でお金払って借りたんですけども、その時に借りたのがこれのジョン・メイヤーモデルで、お、すごい弾きやすくて、でもなんかやっぱそのスケールが違うからね、なんかこのネックの感覚がすごい違うのが印象的で、それのことを思い出しました。なるほど、まあ、これが OM。 あ、でもすごい、すごい音がします。イノケンがボイパをするとできないです。そういうのはいらないか。どういう無茶ぶりですか。もう飲み会でしか許されないですよ。いやでもこれザ・マーティンって感じがしますね。僕そうですね、多分使ってるギターと結構ねスペックが似てるんだろうな、そのサイズとか。あ、そうですかね、木材が違うか。多分魔法がいいじゃないですか、多分サイドバック、うん、ちょっと分かる、黒い黒いって。多分、うん、これも黒いか。多分ローズウッドじゃないと思います。柿澤さんのギターは多分結構ジャキジャキ系、なんかクリスピーな音、うん、カッティングとかにすごい向いてる感じのスペックだと思います。OM いい感じ、いい感じでございます、うん、まあ、これ本当に僕の好きなモデルです。軽やかですよ。せっかくの他のも弾いてみていいですか。はい、ぜひぜひ。ニッパチ。これが非常にスタンダードのニッパチ。一番スタンダードです。で、ニッパ。チューニングしたがいいかもしれない。大丈夫ですか。ギリギリ経過。でもやっぱりこうなんか音の性質はなんかこうね、特徴に似てますよね。このザ・マーティンっていうことなのかな、これが。軽やかな。いいですね、デニッパ。そうですね、デニッパは本当にザ・マーチンっていう音なんですよね。うん、よく言われるのはバイオン感、あの高音のキラキラ感、キラキラサウンドってよく言うんですよ、マーチンって。うんうん、まあ、そのキラキラと広がる感じの音とか、すごい印象的なギターですね。うんうんうん、すごいなんかね、シャキシャキしてる感じ、きらびやかな感じ。きらびやかな感じ。この辺もデニッパなんですか、これは。これが、D16。あ、デイロ。デイロ、デイロでございます。まあまあ言わないですけど、デイロ。今付け目じゃどうやーす、デイロって言って。デイロ、デイロ、まあデイロでも大丈夫ですけど。まあ、と、16と10番で。デト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 です。そうっすね、あのこれからここのアコースティックフライに来てね、あのすね、どうやらデトデトデトって感じで、たぶんキョトンってなっちゃうんですよ。井野健がその北斎見ながら、心の中で北斎見ながら、そうですね、デトですってめちゃめちゃ悪いやつ。そこにこやかに返してくれる。デトとデイロはまたこのキャラクターというかその材質が違うとか、材質も違いますし、ちなみにデト、うん、まあデトって、まあデトに関しては、はい、D10 に関しては作ってるとこメキシコです。あ、原産が違う。そうです、そうです。一応ドレッドだから、そのどれもね、そのサイズとか一緒なんですよね。そうですね、うん、単純に材質の作りの違い、うん、生産地の違い、まあ、この辺のこの細かいスペックとか、その、うん、生産国の話とかはちょっと後半とかで、うん、ぜひ話していこうかと思います。あ、そうなんです、そうなんです。これは前半後半分かれておりまして、後半の方では黒沢岳さんのチャンネルで、そうですね、公開される予定ですので、ぜひチェックしていただきます。真面目にたくさんあの話しますんで、はい、そうです、すごいすごいモリモリスペック話すんで、楽しみにしてくださいませ。そうですね、じゃあせっかくなんで、なんかこう猪野犬となんかこうセッション的なことをちょっとしてみますか。せっかくなんで、この猪野犬苦手かも分からないけど、うわーってきた。うわーって言われた。じゃあちょっとやってみますか。じゃあ猪野犬さんお気に入りの OM とかで。あ、そうですね、
きますか。はい、ありがとうございます。とんでもないです、とんでもないです。じゃあちょっと僕デトで、デトでメヒコ、メキシコのデト。こう比べるとやっぱ音の厚みが違いますね。そうですね、うん、あのスタンダードシリーズはやっぱり音の芯が強いんですよね。なんかすごいこれネックはなんかこれ何なんですか、これなんかすごい見た目が。それあの多分個体差ですね。個体差たまたまの個体差たまたま個体差です。あのめちゃめちゃしましまな感じがして入ってきた時僕らもちょっとなんだこれっつってて、あ、ですか。なんかなみなみしてんだけどっつって、めちゃめちゃなみなみしてる本当に。まあでもコンディション結構いいんですよこれ。許してください。すいません、勘弁してくださいって表情。いやもうマジでこのセッションする機会ちょっと動画撮ってると絶対増えるんで。そうですね、練習しなきゃ。練習しなきゃやばい。そう、西尾さんももうすぐセッションって言うから。毎回あの西尾さんにあのぶっ殺されてるで。そうですね。お疲れ様です。じゃあセッションです、ね。めっちゃ家で。本当に毎回半殺しにされてる。半殺し。ボコボコにされる。ボコボコにされる。勘弁してくれっつって。デトの、ね、その D の10か、だからもうランクとしては4号とか比べる全然下の方かもしれないですけど、はい、でもこれはこれでなんか面白いとか、ね、そうですね、うん、なんだかんだ言ったってそれ12万円、うん、結構それなりにやっぱする楽器なんで、うん、全然いい感じ、うん、きらびやかさもありちゃんと芯もあり、そうですね、うん、僕はもう好みの音ですねこれはもうほんまに。そんな感じでちょっとまあ今回ですね、こちらの黒沢楽さんの方にお邪魔させていただいて、まあ、井野健と喋ったりとかで、ね、セッションしたりとかさせていただきましたけども、そろそろお時間もいい感じだと思いますので、はい、この辺で締めに一回向かいましょうか。そうですね、はい、こんな感じで、はい、この後ですね後編の方ではその井野健がですねもうそのすごいこうとかスペックとかそういったことに対してもすごいめちゃくちゃこの語ってくれる動画が黒沢楽さんのチャンネルの方で公開されますのでそちらの方もぜひチェックさせていただけたら幸いでございます、はい、とりあえず今日、皆さんに覚えていただきたいのは、1800、1830年代は、店舗の大飢饉まして、その頃に、マーティンおじさんが、はい、ニューヨークにいてギターを作り始めたということでございます。で、デニッパだけです。デイロとかデヨンゴは言わないっていう。デトもないです。デトもない。デイロもないです。デニッパ。デニッパチ。デニッパ。なんでですかね。ニッパチだけニッパチ。なんかやっぱ語呂がいいからじゃないですか、ね。うん。まあそこら辺覚えていただければ、これからドヤ顔できると思いますので覚えていただければ幸いでございます。はい。それでは今回はですね、こんな感じで終わりさせていただこうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。本日のスペシャルゲストは井野健でした。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは後編の動画もチェックしてくださいね。グッバイ、さよなら。さよなら。
このセッションの時のこのやめてくれっていうこの顔よ。香り出てました。それ出てました。勘弁してくれ。いい具合で終わんねえからって。